クルーズコーディネーターの北川龍です。ただいまオーシャニアの新造船ビスタに乗船中でして、現在イスタンブル港に向かっています。今回はオーシャニアビスタに初登場のフレンチベランダがついた客室をご紹介いたします。こちらのカテゴリーは B5 となりまして、右舷左舷に各10部屋ずつ合計20部屋あります。このようにほぼ船体の中央に位置しておりますので、船内では前方に行くときにも後方に行くときにもとても便利な位置にあります。また窓のすぐ下にはテンダーボートがありますため、真下が見えないということで恐怖心を感じることがないんですね。こちらはビスタでは最も乗船料金がお得なカテゴリーのため、大抵一番先に完売してしまいます。なるべくお早めのご予約をお勧めいたします。オーシャニアクルーズのご予約、お問い合わせにつきましては、私のクルーズ情報サイト、大航海時代にて受け付けております。当動画の概要欄にも詳細のリンクを貼っておきますが、ただいまご予約いただいた方には、以下のクルーズガイドブック2冊からお好きな方をプレゼント中です。2025年の寄港地散策サービス付き、日本人コーディネーター乗船4航路もご予約受け付け中です。各航路の詳細は YouTube 動画でご案内しております。当動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらからご覧ください。それでは皆様と船上でお会いできますことを楽しみにしております。船旅に挑戦してみたい、でも具体的にどう進めていいのかわからないという方に無料の船旅相談をお受けいたします。旅の目的、ご希望の予算、期間やエリアなどから皆様に最高最適な船旅をご提案いたします。例えばハネムーンでエゲ海に行きたい、退職記念に友達夫婦と乗りたい、そのような曖昧なご希望で構いません。お話をお伺いしながら、皆様のご希望に合った船旅を一緒に作り上げていきたいと思います。オンラインチェックインや寄港地の情報など、ご予約後のフォローにも対応いたします。また、私が日本人コーディネーターとして定期乗船をしております航路へのご乗船も大歓迎です。詳細、お問い合わせはこちらをご参照ください。